はい、皆さんコーンアイス水上アイスです。チャンネル登録と高評価ぜひよければよろしくお願いします。今回炎ポケモン大量発生イベントを開催しましたね。こちらです。11月22日から始まってますけど、皆さんやってますか？私はまあピカチュウ EX、 ピカチュウ EX じゃないな、ピカチュウパックを引きまくって、まあ、やっとウィンディー EX が出ました初めての1枚。それまでは持ったことないんで、ウィンディー EX 初めてで、ね、まあしかもゲッチャで金時計使ったんですけど、もう全くウィンディー EX です本当はね、この期間限定エフェクトがあるので、まあ、こちらのために4枚あれば手に入るのかな、予想ちょっと持ってないんで分かんないんですけど、まあ、これが欲しくて、まあ頑張りますみんなも頑張りましょう。やるかどうか分かんないですけどね、エフェクトはいらねえやって人はいいと思います。まあ、今こういうイベントやってるんですけど、これからの今後のイベントのについての予想というかね、まあ大体ね、関連カードを見ると、なんか知らないカードがあるんですよ。なので、それを見て、まあ、予想していきます。まあ、そういう動画です。リークじゃなくて本当に、アプリ内でわかることなんで、まあ、安心してください。多分気づいてる人、いっぱいいるんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろう、検索した時に出してる人いなかったから、まあ、こういう動画もいいかなと思ってちょっと出してみます。はーい。で、昨日の夜、なんかいつものように、なんかね、この私のね、この神聖なこうコレクションたち。やっぱりいいなーって思いながら、布団の上でね、ちょっと見てたんですよ、こうやって。で、まあこう、ちょっと一枚一枚こうやってタップしながらね、いいなーって思いながら、やってたんですけど、まあ、なんとなくプリンタップして、あ、プリンちゃんかわいいなーって、私もプリンとピッピのね、まあ、プクリンピクシーのデッキとか使ってるんですけど、かわいいなーって思いながら見てて、まあ、なんとなくこうスライドしたのね。でそれでなんか横にスクロールしたら、えっみたいな、お前誰みたいなね、この子ね、まあ、押しちゃうとちょっと見えないんですけど、え、これってさ、これってさ、別に私がやってない時に配布されたとか、そういうのじゃないよねって思って、まあちょっとなんかね、ちょっと見た目的にはさ、なんかプロモっぽいじゃん。なんかこの間のラプラス EX イベントみたいな、ああいうのが来るんじゃないかなと思って、もしかしてこれ今後のかと思って、まあ、不思議なねから、順番にちょっと見てみたんですよ、関連カード。そしたら、もういきなり不思議なねで、ここにね、ラッキーイベントみたいな、ここに不思議なねがあって、で、こっちには不思議花。で、不思議花のこれすごいね、綺麗だね。すごい綺麗なイラストをちょっと早くカラーで見たいですね。これプロモですね、こっちの不思議花は。で、次がね、順番的、水タイプかな？このかっこいいポケモン、もうサトシのパートナーといえば、で、XYZ が答える月光牙です。月光牙の、こっちを見てみると、まあ、ここにね、すぐ載ってるんですけど、ここにね、プロモマークの月光牙があって、え、月光牙もみたいな、いいじゃん月光牙、みんな大好きだよ。で、順番的に次はサトシがね、夏目戦でね、夏目をエスパータイプのジムで攻略するために、シオンタウンから連れてきたゴーストお笑いが好きな子だったね。この子を確かあるね。ありますね。持ってません。楽しみだね、色がつくのが。つい流れ的に、たけしといえばこいつ。たけしといえばこいつ。
ね、イラストいいんすよ、ほら横から、まあ前からもいいけどね、横からもねいいよね、イラスト、このもう見えない見えない、まあイワークさんですね、いいな、これ欲しいな、これ横からいいな、なんかいいな、化石みたいに見えるわ恐竜の化石みたいに見える、どこだっけ、ちょっとねもう一枚あって、そう忘れてた、ホイルさんね、ホイルさんもここにほらめっちゃいい感じのね、ちょっとかわいい電気パチパチ出してる、そうホイルさん、これラッキーイベントだね、不思議だねと、一緒にもしかしたらやるのかもしれない、そう7枚のカード、以上の7枚のカードなんですけど、まあこれでまあラッキーイベントとプロモカードの、まあ、イベントが来るんだなみたいな感じで、ちょっとうわって思っちゃって、まあもう知ってる人いると思うけどね、いると思うんだけど、ちょっともうせっかくだから自分用にまとめようかなと思って、なんかさ、このイベントあるじゃないですか、このイベントあって、なんかプロモカードを、あこれは EX だと映んないでね、こっちの普通のノーマルカードの方じゃないと映らないんですけど、この不思議花だけさすごい絵がキラキラしてるからさ、もしかしてさこのイベント頑張ってこの不思議花を食べてみこうよっていう、あのそういうメッセージなのかなと思ってうわー楽しみー、であとねラッキーイベントで多分不思議だねとコイルのイベントが来るんじゃないかという、まあどっちが先かわかんないですけど、まあなんか前の流れで言うと不思議だねコイルのラッキーイベントが先なんじゃないかなって思うんですけど、まあねもしかしたらね本当に一部だけ公開されてて、なんか不思議だねだけ合ってるとかコイルだけ合ってるとかかもしれないし、なんか急遽別のカードが飛んでくるかもしれないし、まあ実は全く違うカードかもしれないし、わかんないけどね、ちょっと法則がまだわからないんですけど、まあそういうのを見つけましたという動画でした楽しみだな、個人的にやっぱりこのね、そうだな、まあ一般的な思考的にはやっぱこの綺麗なね不思議なのカード欲しいね、あとはまあイワーク、なんか化石みたいだったね、化石が埋まってるみたいなイワークの化石って、もう本当にね、もう何万年と何億年後のポケモンの世界だと、いわく化石ポケモンになってるかもしれない。そう、あと月光が。やっぱかっこいいよね、月光が。もう本当に、私さ、XY にいるのすごい遅かったからさ、あんまり月光がパートナーっていうのを最初分かんなかったんだけど、月光のね、パートナーに入るなっていうのがね、すごい分かったから、すごい好きなんだよね。モスの月光がで使ってます。みんな、どんな風に使ってますかね。はい。というわけで、以上でした以上でした、はい、それでは皆さんありがとうございました、バイバイ、手触れるんだよこれ、バイバイ。